皆さんこんこにちは MBA ラウンジの川尻です今回はですね MBA 受験のエッセイインタビュー対策ー自己分析編ということでお届けをしたいと思います、まあ、受験をする上でやっぱりこうエッセイインタビューっていうのは合否に関わる非常に重要なあ項目になりますよねでそれを行う上でまず最初のステップとしては、まあ、自己分析ということになるわけなんですが ここで非常に重要なことをちょっとお伝えしたいと思います。自己分析というところで言うと、まあ、このラジオですね、聞いてる方は MBA ラウンジの出願サポートの受講生さんの方が多いと思うんですけれども、受講生さんは最初にお配りしている自己分析シート。 あちららでで自己分析を行ってもうううということといこにななるかなと思うんですよね。まあ、そうじゃない人もいろいろな Web とかで自己分析とかできるかもしれないのでそういったところでやってもらうといいかなと思うんですけれども重要なところはですね自分の強み弱みちょっと今回はこれにフォーカスして話をしたいと思うんですけれども要するに自分の強みをしっかりと正しく特定して認識しましょうと同様に弱みも正しく 認識しましままょうというとといころになってきます強みに関して言うとまず自分の強みを認識したらそれで終わりではなくてさらににその強強みを強化していくといくう作業が必要になります例えば、まあ、自分はマーケティングが強いですとずっとマーケティングでの畑で働いてるからマーケティングが強いよとだからこれがクラスに貢献できるよということじゃ、まあ浅すぎるということですよね。 マーケティングに強いっていうのはどういうことかっていうことを考えても、芋をわなきゃいけないんですけれども、ただ単にね、業務経験があると、その分野での実務経験が長いとかね、えー、それだけじゃやっぱ不十分だと思うんですよね。素人に対して強いよっていうのは、やっぱりインパクト弱いですよね。労人に対して強くなきゃいけないということかなと思うんですよね。まあ、要するに、マーケティング得意だと、自分の強みだというのであれば、 同じマーケティングの部署、誰よりもマーケティングについてね、深い知識とスキルを持っている、もしくは競合他社のマーケティング部門の人に比べても強いというぐらいね、やっぱ強みですからね、そこを意識してやっていかなきゃいけない。でさらにそこの部分を強化していくと。強みは、とにかく集中的にさらにさらに強くして、も最強にするぐらいの 形でねね、えー、準備ををししてていいいくそ,してそうアピールすするとととうことが重要かなと思いますよ、ね、例えばマーケティングに関して自分の専門外のマーケティングの部分はあると思うんですよね。B2B マーケティングとか B2C マーケティングとかコンシューマービヘビアとかマーケティングリサーチとかいろいろ分野がある中でここら辺は基本的にはやっぱフォーカス的にマーケティングのプロとしてあのー 書籍を読み込むとかね、えー、まあセミナーに参加するとか、そういうことを通じて強化していくということが重要かなと思います。さすがに MBA 受験がもうすぐ控えてる人は難しいかもしれないですけれども、1年後とか2年後の人はまだまだ時間があると思いますから、自分の業務範囲だけではなくて、もっとね、一般的な知識、スキルっていうのを MBA 前であってもね、えー、自分のこう、自習とかね、えー、しながらですね、あの強化していくということが重要かなと思います。そして弱みですね、一方で弱み、これも強みと同じように、しっかりと自分で特定してね、正しく特定して認識しなきゃいけないと。で、弱みだからといって、そのまま放っとくわけではなくて、どういうふうに対処するかということも知っておかなきゃいけないということですね。 私がよく例に挙げるのはですね、弱みを、自分の弱みを理解していないということは、世界の危険地域を知らずに海外旅行に出かけるものだ、というふうに言ってるんですよね。まあ、普段我々の生活ね、していれば、日頃のニュースとか、あとは、ね、外務省の情報とかで、どこが、 渡航危険地域かとといいうことを理解していますよ、ね、でそこに行くのであればそれなりの安全対策っていうのをしていくわけですし場合によってはもう行かないと、ねえー、いう選択肢をするわけですよね。これに非常に似てるかなと思うんですよね。自分の弱み、まあ、これも本当に正しく理解しないといけないですからね。 正しく理解して本当にそれが自分の弱みであればですねそれに対してどう対処するのかっていうことをやっぱ知らなきゃいけないしまあ場合によってはもう完全に避けるとね、えー、いうこと、うん、避けて近づかないさらばさ触らない関わらないね弱みについてそれぐらい,い,い徹底してもいいかもしれないですよね 例えば、まあ私なんかそうなんですけど、こう数字を扱う仕事が、ね、苦手だとおいうケースの場合はですね、まあ普段の仕事でも、まあどういうふうにじゃあそれ対処しているのかっていうところをしっかりと語れるようにしておかなきゃいけないですよね。まあこれに関しては、人の2倍、3倍の時間を使って、えー、人よりも1回多めに見直しを行って、 間違いないなようにするとかあと場合によってはそういう仕事は受けないようにして、えー、他の人にやってもらうというような対策かもしれないですね。まあ、そんな感じでですね自分の弱みというところもしっかり理解してそれに対してどうやって対処しているのかというところを確実に答えていけるようにしなければいけないと思います。ただだに自分の強強みみみははははここれれ弱ではなくて強みは あ確実にね、えー、誰にも負けない最強になるぐらい徹底的に鍛えると。で弱みについてはなんとかね工夫して人並みまで持っていくもしくはもう完全にそこはもう人にお任せというような形でね、えー、それそうすることによってチームの生産性を上げていくというようなまあやり方もありますよね。そういうよういよなところで まあこ,れもでこれができるのもやっぱり自分の強み、弱みを知ってなきゃできないですからね。まあ、そういうようなところでですね、えー、また自己分析については、そんな形で自分の強み、弱みっていうのを、うん、しっかりと理解した上で、それに対してどういうふうに対処しているのかというところまで深掘りして考えていくということが重要かなと思います。ちょっと長くなってしまいましたけれども、本日は以上です。ありがとうございました。